Video Diary September the 30th, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hama Matsuri, Japan ビデオ日誌2018年5月30日林ひろしです。おはようございます。今日は市内の会館で勉強会を持ちます。で、このビデオダイアリーを発行したら出かけるつもりでいます。ということで資料集という形でですね、5本用意いたしました。で、この動画もその中の1本です。まあ勉強会です。仲間の会ということになります。まあ会を追うごとにですね、大変楽しみにと言いますかね、毎月月末が楽しみになってきました。と言いましても今日はとても残念なことにまたまたですね、7月の、勉強会に続いてですね、7月の勉強会は朝早く浜松地方をですね台風が直撃しました。で、今日はですねちょうど勉強会終わる頃ですよね、大型の台風が浜松に最も接近する、つまり直撃する、まあ一応予報になっています。ですからどうなるか分かりませんけれども、今のところですね、何人かの方からキャンセルの連絡が入ってますから、まあそれはそれで仕方ないんじゃないかと、つまりキャンセルされるのは当然だろうと思うんですけども、まあ私の側からね、まあ、本当に身勝手なその考え方思いなんですけども、またまたこうね、はい、寂しい会になるんじゃないかとね思ってますけども、しかしどうか誤解なさられてくださいね。人数は関係ないんですよね。はい、来てくださる方が私の友ということになるわけです。もちろんキャンセルされた方もですね、まあ行ってみようと思ってくださっただけでも大変嬉しいことですし、ありがたいことだと思っています。これもご縁ですからね、縁ですからね。ですからそれはそれで、まあ一応今日の会場もですね50人ほど入れるようにはなってるんですけども、まあ、そんなにね、ということに考えてますけども、来月10月の定例会は新横浜で開くことになってますけど、今のところもすでに15、6人、20人近い、予約といいますかね、申し込みをいただいています。会場はあの30人ほどしか入れないそうですから、まあ、そのあたりで残念ながらあの定員締め切りということにさせていただく予定でいます。まあね、またその時も何かね、台風か何かが来ればね、またキャンセルということになるわけですけども、まあそれはそれということなんですね。で、日本人って言い方ちょっと失礼な形になるかと思いますけども、例えばね30人の会場に5、6人とかね4、5人であると何かしら寂しいっていう感じがしますけども、外国では平気みたいですね。それこそ劇場のような会場で講演会あるいはミーティング開いた時にですね、仮に20人10人でも全然あの人たちは構わないでミーティングやってますよね。つまり何かしらね、こう日本人っていうのは真面目って言いますかね、律儀なところがありますから、50人定員だと40人ぐらいいないと寂しいのかなとかね、30人定員だと20人ぐらいいないと寂しいのかなっていうような感じで、何かしらのこう会場を埋めるということにこだわるわけですけども、私はどちらかというと、まあ日本人ですからそのような感覚はありました。で、7月の時にはですね、まあ、キャンセルそれが続いたもんですから、結果的に私も含めて11人という会になったわけですけども、まあそこでね、一応私はまあ勉強会やめようかななんて思ってたんですよ、実はね。しかし赤い開口事件というのが起きたわけです。そしてその途端って言いますかね、その時に友人に相談しましたらね、まあ、その前にあの、まあ、キャンセルも続いたから、まあ、今日で最後にして勉強会しばらくやめようかっていうようなことをその友人 T 氏にですね話していたわけですよ。で、まあそうかなってことになってたわけですけども、
そこでまあ赤い開口事件が起きましてね、そのそういうような相談した後にですよ、勉強会してしたその中で赤い開口事件が起きたわけです。でその後ですよね、またその T 氏の方から連絡が入りましたとか、私の方が連絡したのかな、あのよく覚えてませんけれども、 T 氏と会話をしてね、その T 氏がこうおっしゃったんですよね。林先生、まあ、あの7月で勉強会辞めると言ってたんですけど、8月はどうしますってなことになったわけですよね。で私はですね、その T 氏にこう言いました、電話で。辞めるわけにいかないでしょう、あんなことがあったんだから、というふう言い方をしたんですよね。あんなことってことは赤い介護事件が起きたわけですから、辞めるわけにいかないよって話をして、そしたら T 氏もすぐに納得してくださいましてね、そうですよね先生ってなことを言ってくれたもんですから、まあ8月開いたわけです。そして8月には白い開口事件というのが起きました。まあ、続けて2ヶ月起きたわけですよね。でまあそれはまた不思議な事件でしてね、まあいろいろあります。でその時の証言集というのを今日のビデオダイリーの資料 4D ですよね、としてつなげておきますから、あのまあ興味のある方はご覧になってください。まあ、この検証会もですね、今日市内の会館で勉強会した途中でね、まあ、多分その時に会講をご覧になった方も一人二人おいでになるかもしれない、まだ今のところはっきりしてませんけどね、まあ、台風が直撃ですからどうなるか分かりませんけども、下手すりゃね新幹線も止まってしまいますから、あのどうなるか分かりませんけども、検証会のようなものをですね、ちょうど1ヶ月ぶりに皆さんとお会いすることになってますので、開いてみようというふうに考えています。あくまでも予定です。何しろね、超大型の台風ですからね、台風24号ですが、ちょうどその勉強会の終わる頃に浜松地方を直撃しますから、どうなることから分かりませんけれども、私の方はまあね予定通り開きますということで、まあ、勉強会の前のビデオダイアリーということですけども、このような形でビデオダイアリーを、発行いたします。それでは皆さん、今日は日曜日ですけどもね、まあ、大変な日曜日ですけども、はい、どうか皆さんのところ無事って言いますかね、台風があのそのまま過ぎ去ってくださることを心より願っています。では今日はこれで失礼します。 Bye for now。Video Diary August the 27th, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. ビデオ日誌2018年8月27日、林博史です。おはようございます。今日は去る2018年7月29日浜松市の福祉文化会館にていたしました勉強会で起きた開口事件の証言集と、そして2018年8月25日熱海市でのですね、勉強会で起きた開口事件についての、つまりそれらを目撃なさった方の証言集をまとめて見ました。7月29日、2018年の7月29日に起きた開口事件は、3人の方がその開口を目撃なさいました。最初、金色の光が私の頭上から下に降りてきて、私の左肩やや上方でその光が消えたというところから始まります。そしてその1時間30分後に3人の方がその赤い開口を目撃なさいました。でその赤い開口はですね、最初 M さん女性のその方の右肩の上の方から後方のホワイトボード、私の後ろのですよ、
私の後方のホワイトボードに向かってレザー光線のようなものが光ったと思ったら、その先ホワイトボードの手前でその赤い、まあ、円形の光がですね静止したという事件です。そしてその光を3人の方がそれぞれの角度から目撃なさいました。そして2018年の8月25日熱海での KKR 熱海ホテルでの、勉強会においては、前方ほとんど前の席、細長い会場だったんですけども、前の方に座っておられました2人の方がその、まあ、開口、熱海のですね、あの開口事件の場合は白いぼんやりとした円形の開口だったそうです。まあ、それについての、証言もこの後につなげておきますから、どうかお聞きになってください。なお背景の、まあ、絵といいますか写真はですね、私が皆さんの証言をもとにして作ったイメージ写真ということになります。ではまた後で。 Bye for now。記録としてまた発表させていただきますけれども、よろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。もう一つ確認なんですけども、はい、先月三上さんが赤い開口事件を経験なさったんですよね。はい、でその時にその前の話で、はい、金色の光が天井から降りてくるところを三上さん見られたという話を今日聞きまして、はい、2018年の8月25日に聞きまして驚いたんですけども、はい、その時の様子をもう少し詳しく話していただけませんでしょうか。はい、それは先生の勉強会が始まって間もなくの話なんですけれども。じゃあ時間が違うんですね。じゃあ違います。私はそれを間もなくして見えたので、ああまた見えたんだなって自分の中で思ってたんですけど、その後ずっと終わり頃にその赤い光が見えたんで、あ、やっぱりそうだったんだっていうのを仲間同士で話はしてたんです。そうなんですね。そこちょっと私の誤解があったんですけど、私はその赤い開口事件が起こる直前にその金色の玉を見られたっていうふうに考えてたんですけども、金色の玉っていうのはあれは1時、まあ、10分ぐらいから始めたんですけども、あの時ははいはい、その直後に金色の光が天井から降りてきたんですか。そうです、もう間もなくだったので。あ、時間が赤い開口事件というのは、2時半からそのくらいの時間分だったんですよね。まあはい、まあ、時間ちょっと特定できないんですけど、時刻は特定できないんですけども、1時間半ぐらい後ということになりますが、そういうことでしょうか。はい、そうなります。それは2つ黄色の玉が出てきたんでしょうか。はい、同じもう平行に。それ機械的なものするとも、例えばシャボン玉とか風船のようにふわふわしておいて。そんなものじゃありません。本当に機械的にスーッと、もうその動きが、なんて言ったらいいんだろう、その玉2つがもう本当に平行に同時にスーッと。それで私はその時前を見てたんでしょうね、皆さんの方。そうです、正面を机のところに立って話をされてた時だったので、まだ初めの頃で。ああ、そうそう、初め机の前で座っ、はい、座ってはいるのは、はい、いなかったと思いますけども、はい、立って机に手をかけて話してるような雰囲気だったと思う。はいはい、うんうん、で何かがこう降りてくるような感じがさーっとして、その感覚です。でその金色に描いたのは明るい、それほど明るくない、すごく明るい金です。黄金色。はい、ということはその初めの頃だからみんな見てるはずですよね。はい、見てると思います。でも誰も気がつけなかったですね。今日聞いて初めて、はい、っていうのは今回の事件で面白いと言ったですけども、興味深いところは、はい、見てない人は全く見てないんですよね。はい、で見えなかったのかっていう部分もあるし、3人の人は見てるけども、はい、10人のうち3人が見て、じゃああと7人は何してたんだってことになった時に、まあ、ある方がおっしゃるには急に睡魔に襲われて眠ってたっていう人もいたわけです。あ、で前の方にいたけど僕はその瞬間見てませんでしたっていう人もいたりしましてね。だから何かしらこう別の操作がされたのかなというふうにも思っているわけですけど、そのじゃあ天井から2つ降りてきて、その2は大きさは
やっぱり2センチぐらい、ゴルフボールぐらい、それとも顔の半分ぐらいだったでしょうか。小さいです。ゴルフボールよりかはちょっと小さかったかな、そんな感じです。それは 上から降りてきてどの辺で消えました。それでさらっと降りてきて、だいたい耳のあたりか、そのあたりで。私の耳ですか。そうです。両側、じゃあ両側ハサミで降りてきたってこと。それとももうちょっとくっついてきたんでしょうか。幅はどうなんですか。私の幅はそんなに、幅はそんなに広くなかったんですけども、うん、本当に物がこう降りてくるような、そんな感じのが大体耳のあたりでパッと消えたんで。私の耳ですか。はい、左の耳です。右の耳、左ってことは私の左耳、それとも三上さんから見て左。先生の左耳です。2つはその、じゃあ僕の右の、左耳のところにね、2つ並んだということでしょうか。はい、並んで物がさーっと降りてくる、そんな。じゃあ私の肩の上ということでしょうか。肩よりもでも耳です。で、そこで消えたわけ。はい。パッと消えた、それともゆっくりとフェードアウトするように消えました。あ、もう、パッと消えました。これじゃあ肩には届いてないわけだ。届いてないです。じゃあそのまま降りていったらどこの位置に触れたと思います？肩、それとも肩の外？肩です。そのまま降りていったら肩です。肩に降りてきた？はい。耳に沿ってバーッと降りてきた。で、その耳の横で私の左耳のところに2つ並んだわけだ、瞬間には。はい。はい。あ、なるほど。はい。金色。はい。で、なぜ私気がつかなかったと思います？それもし体というか視線をあちこち動かしてたと思うんですけども、私が見える位置じゃなかったということでしょうかね。その金色の光というのは私の後ろってことになるわけですね。そうかね。まあ先月の話ですから、もっと早くお聞きすればよかったんですけども。まあどんな感じでしょうかね。多分もしかしたら先生に。距離的にちょっと私もよくわからないんですけど、先生のよりはちょっと後ろだったような感じなんですね。そう、初め机の前に立っていた時にはかなり離れてたんですよね。ホワイトボードの時は間の距離は本当に手を伸ばせば、うん、ホワイトボードに手が届くというところの距離だったんですけどね、最初は机を離してる時は、はい、まあどちらかというと手をかけて、いわゆる直立不動の姿勢で話してましたから、なるほどね。わかりました。大変貴重な経験で、これで2週連続で開口事件が起きたもんですから、はい、まあ驚いているわけですけども、はい、まあ私今驚いているのは、どうして熱海のあの会場が分かったんだろうということなんですよ。はい。去る2018年7月29日日曜日、浜松市内での勉強会の席で赤い開口事件が起きました。ビデオダイアリー August 23rd, 2018 by 広志林浜松セリージャパン。ビデオ日誌2018年8月23日林博史です。おはようございます。今も言いましたように、2018年7月29日勉強会の席で赤い開口事件が起きました。私はその時、まあ、ちょうど今見ていただいているような雰囲気でホワイトボードを背中にして、まあ勉強会の講義をしていました。その途中のことですけども、 M さん、女性の肩越しにですね、スッとレザー光線のような光が走っていって、
そしてそのちょうど今見えますホワイトボードのところでピタッと静止した。その光を M さん女性が目撃していました。他に2人の方がその赤い開口を目撃しておられました。 M さん男性の方は赤いその光がですね、そのホワイトボードに映るところから見ておられたそうです。そして私がですね、体を揺らしてそれを遮ったときに、その赤い開口がですね、私の衣服には反射しなかったということです。まあ衣服の陰に隠れたということですね。そしてもう一人、王さんという方、男性も目撃しておられました。最初2つライトがちょうど私のお腹の後ろですね、背中側に現れて、そして消えて、まあ、私の頭の方に移動し、さらにまたお腹のところに2つ現れて頭の方に移動して、そして消えていったというようなことを目撃されました。時間にすれば3人の方の証言によればですね、まあ、5秒から10秒の範囲であったと。そしてその赤い光には光といいますかね、透明感があり、まあ、そのいわゆる、まあ、例えばね、ライトで照らしたような光のように反射的な光というよりも、それ自体が、まあ、鮮明にといいますか強烈な光を放っていたということだそうです。でその直後に M さん女性がですね、声を上げられました。見ましたか、見ましたかって、まあ、いろんな可能性を順に潰していきましたけども、まあ、いろんな可能性、他の可能性は、まあ、消えました。で今冒頭でお聞きくださいましたのが、その証言の一部ということになります。まあ、そのような奇妙な事件が起きたわけですけども、この事件は私の今までの2016年の9月以後のですね、私の経験した、私とワイフが経験した事件とは異質のものですというのは、私も5、6回ですよね、まあ、こうした事件に遭遇してきたわけですけども、私のみか、あるいはワイフのみが経験した事件も入れますと、さらにプラス2か3の事件ということになるわけですけども、そうしたワイフかのと私とワイフがですね、同時に経験した事件か、あるいは第三者が入ってくるとしても、私とワイフの他にもう一人というような、まあ、ある意味で身内の事件であったわけですけども、2018年7月29日の事件はその身内の事件から離れてですね、第三者の目に、しかも複数の人の目に目撃されたという点で、それまでの私の経験した事件とは異質の事件であったということになります。まあ、そうした事件がですね、7月29日に起きました。で、その3人の方、 M 氏男性、 M さん女性、そして O 氏男性の方がですね、今度8月25日の熱海での熱海会の方へ、まあ、また来てくださるということですので、改めてその話を確認したいと思います。ということで、赤い開口事件のその証言をですね、この後につなげておきますから、興味のある方はまたご覧になってください。さらに興味のある方は8月25日熱海の熱海会でお待ちしていますので、おいてください。午後1時からです。当日今のままですとね、まあ明後日ということですから、まあほぼ間違いなく熱海会を開く予定ですけども、何かのことでね、休養などで、中止する場合にはその中止の連絡をいたします。で24日明日の発行のですね、ビデオダイアリーで、まあ、開催するか中止するかの連絡を冒頭でいたしますので、それを見てどうかご覧ください。まあ、特に、まあ、日も迫ってますから、申し込みは結構です。直接会場の方へおいでくだされば嬉しいです。ということで、赤い開口事件その証言集をこの後につなげておきます。それでは今日は簡単ですけども、
これで失礼します。Bye for now. ホワイトボードに映った時間って何
3秒ぐらいに感じしました。いや本当に瞬時です。本当に瞬時でした。これでパッと映っても消えたということ。そうなんです。鮮やかな色で、はい。でカメラは確かに暗闇で写真撮るときには私のカメラは、その赤外線を発光するんですよ。はい。で実験してみたんですけども、全体をぼわっと明るくするんですよね、あれはカメラの場合は、焦点を合わせるために。ポイントのように点じゃないんですよ。ですから1メートルぐらいのところから赤外線発するともう、そうですね、バーッと広がって、やっぱり1メートルぐらいの範囲に広がって速攻したり距離を測ったりするという仕組みなのですから、ポイント的に点でいくってことはないんですけどもね。私奥様が後ろ、私たちは後ろに回って写真撮られてまして、そう。でその時奥様は写真撮ってるのかなと思って、ちょっと奥様も見たんですね。そしたら奥様は写真撮られてなかったし、ちゃんと席についてらしたので、写真撮ってなかったけど、今のは何だったのかなと思ってたんですね、その時。そうすると、瞬間で1回だけだったということになりますかね、三上さんが。私はそうなんですよ。でもその後なんか、ゴーっていう音というか、なんていうの、ボワーンとしたような音みたいな、こう、感じの音が聞こえまして、あれなんだろうなって、その時は思ったんですよ。音もあったんですよ。音、今初めて聞いた音もあったんですか？うん、音もあったんです。それで私、かなり大きい音だった。なんかボワーンと、耳にボワーンとっていうような音があって、で、音もしたよねっていう話を、私の前の座席にいた王さんが話したので、ああ、もうあった、あったっていうことになったんですよ、帰りに。それは、光の後に。そうです、そうです。もう全然私はもう、音は自信がないんですけども、なぜ私はその光を見なかったかっていうのがどうも関係ないかなんですけどもね。だから、もうどこからか光が飛んでくればそれを見たはずなんですけども、見てないわけですよね。まあだから中で今見た人と見てない人がいらしたってわけですよね。そうしますと、三上さんは今こうだけ確認ですけども、はい。そちらの方からさっとこう、まあレザーっていう言葉は昨日使われたんですけども、はい。レザー光線の光が飛んでた感じがして、それが、はい。私の、まあ、右脇腹のところに当たった感じしたわけですか。はい。ちょうどですから、そのイギリの絵を描いてる時のあのあたりなんですよ。あ、そのじゃあイギリ下の方に描いたんですね、私イギリの方は。はい、そうなんです。その上だとか下だとか。うん。上ですか。ちょうどイギリのところなんです。そこに赤い光が当たったわけだ。はい。なるほど。はい。わかりましたというか、まあ。はい。その時聞いた時には、率直に言ってなんだそんな話かなと思ったんだけども、あの後だんだん膨らんできまして、それはやっぱり無視できないということになりましてね、証人が3人いるからですか。無視しないでください。あれは貴重な体験でした。貴重ですね。じゃあ私、まず1人っていうのは証人がいたんですけども、3人の証言っていうのは初めてなんですよ。で、相手が1人の場合には、ひょっとしたら違うっていう、その、小さな穴があるもんですからね。こちらにはその発表できなかったんですけども、それで確認ですけども、部屋は全部閉まってたし、ブラインドは全部落ちててくる、すぐすぐらい部屋だったし、光が外から入ってくるところはなかったしっていうふうに消去法で消していっても、やっぱりこの、ないですね。じゃあ最後に一言をお伺いしたんですけども、その時の印象っていうのは怖かった、それともゾッとした、えって思ってた。全然もう何も違和感なく、はい、あ、光だ。で、その光はさっと消えた。そうです。余韻もなかったですね、私が見たときは。さっと消えたわけだ。そうです。本当に瞬時にさっと当たって、さっと消えたっていうことです。わかりました。じゃあ、このあたりでも、録音は、部分はやめますけども。はい。そうですか。はい。大変な経験ですよ、これ。場所が場所だし、人が人だし。私もちょっと個人的にちょっといろいろ思い当たることがあるもんですから、そう、去年の2017
2ヶ月ぐらい飛んでたんですけどもね。うん、でそれと同じような、またはその今度はあの三上さんたちは嘘を見られたわけですけども、うん、5月15日は嘘でしたからね、それも第三者のことだったんですよ。そういうことが続いてね、で、まあ、もうそれでっきりかなと思ったんですけども、ごめんなさい、あの、大変貴重な話聞かせていただきまして、はい、あの、はい、お名前出してよろしいですかね、消さなくても。出して、全然出して構いません。そうですか、あの、どうか、あの、自信持って、はい、自信って言いますか、はい、あの、はい、決して、あの、今までいろんなことありましたけども、あの、上の人は絶対に悪いことはしませんので、はい。あの、安心してください。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。貴重な経験でした。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。はい。はい、月曜日午後9時28分です。はい、今録音中です。あ、それでね、あのいくつかお聞きしたいんですけども、はい、あの三上さんは名前出していいとおっしゃってくださったんですけども、はい、あの三上さんが見られた時はシャークと光のようなレザー光線のようなものが私がちょっと振り向きかけたときに、私の右脇腹の方に目がけて飛んでいった感じがして、そのときに、そのホワイトボードに、真っ赤な鮮やかな、鮮やかというか強烈な光が、あの、はい、丸く映ったと。その大きさは、ポインターの大きさよりも大きかった。で、その後、スーッと瞬間に消えたっていうことなんですけども、はい、まず、小手田さんが見られた、その光っていうのは大きかったですか、小さかったですか。書きましたよ。まあ、推定で2センチ前後じゃないかと思うんです。推定ない。色はいかがでしたか？あ、赤ですね。シンクの赤。その色は濃い色でしたか、薄い色でしたか？割とね、濃い色って言いますか、いくらかピンクもかかったような赤い。ああ、なるほど。色のような、で、それで、はい。はい。見られたのは1点でしたか、それとも2点でしたか、それとも瞬間だけだったか、その辺の現れた時の様子と、消えたときの様子をお伺いしたんですけども。はい。まず先生が、火星人口って、人間の賛同の話してましたよね。はい。はい。で、グリーンで、ホワイトボードに2つ書いてありました。うん、2つ。その時に同時に、今思うと、ポンポンと、両方ポンと出てたんですね。両方と同じってこと？そう、同時にそうです。私も言ったのは同時に。それで、消えたかなと思ったら上の方の真ん中の上の方にまたパウンって現れて、また下に起きてまたパウンって、それを数回繰り返したような感じでした。ああ、そう。三上さんは1回だけで、それは、まあ、位置的にそういうふうに見えたのかもしれませんけど、三上さんちょっとやや中央寄りに座っておられましたからね。はい、私の方からよく見えました。何もあれありませんでしたから、あの影の障害物が。なるほど。最初にじゃあ2点現れたってこと？そうですね、2点確認してるのは同時に、緑の輪郭の上にポンポンと火星人と思われる。ポンポンってのは続けて順に現れたってことですか、同時に2つってことでしょ？同時です。同時にポンと2つ現れたわけだ。ええ、それでなんか消えたような感じしまして、はい、それがまた上の方にポーンと今度行ったんですね。あの真ん中の上の方に。真ん中のホワイトボードの真ん中の上の方ですね。そうです。そしてあれって思ってたらまた下の方にポンポンと出てましたんで、下がまた右のあたりに。そうです、両方に。で、点の数は5個ってことになるんですけども、そのように解釈です。あ、合計延べ5個っていう、ポンポンとポンとポンポンで5個ってことになるんですけども、はい、そういうことでしょうかね。でも、数回っていうちょっと表現しましたけど、うん、それが消えたりついたりしたような記憶だったんですね。ですから先生がちょうど後ろ向いて何か書こうかなと思った時、ちょうど先生の頭の右手の上の方にね、ポンと見えたんですね。それから下の方にもポンポン、あ、ポンポンじゃなくてポンと同時に見えました。ヒヒとリアル人間の方ですね。単純に頭の上に1個出たわけだ。そうです。で、それから私は、ペンチェ、私その時気がつかなかったんだけども、それでその時も、ちょっと私が横向いたのかな、そうすると。なんか、右手で、なんか、
えてからポン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 と現れて最後に消えるまで何秒ぐらいだったってご解釈ですか。全部で5秒前後じゃないかと思うんですね。5秒前後ね。体というのは私の体の上に、それともホワイトボードの方で、
出たんですよね。で、それでその後あの先生がその赤い点にかぶさるように体を動かされた時に、あのその赤い点が先生の服の上に映らなかったんですよね。映らなかったので僕は あれなんだろう、モニターなら映ってもいいのになって思ったんですよね。でもまあ、まあ、その尊重ポイントを誰かが当てているポイントを消したのかなって一瞬思ったんですが、まあ、そんな深く考えずに、数秒が経ったらまた先生がそのちょっと場所を移動した時にそのホワイトボードに赤い点が、まあ、また現れたってことなんですよね。その 2度目で現れたってか1点2点、それとも位置的には私の頭より高いところ、低いところ、どうなんでしょうか。頭よりは低いですね、全然。そうですね、はい。最初に見た点も、どうですかね、おへそよりちょっと上ぐらい、水落ち、高さで言うと水落ちから胸ぐらいの高さが最初の点で、もう1点は、でも頭よりは下でしたね。僕が思ったのは頭よりは下でしたね。その時1点だけでした、2点、同時な。1点だけです。両方1点しか見えませんでした、僕は。それで終わりました。はい。で、消え方はパッと消えたのか、徐々に消えたのか、柔らかい消え方だったのか、どうでしょうか。僕はもう一瞬で消えたように見えましたね。パッと、それはパッとじゃなくてパッと消えたような。他の二人の証言と一致してます。そうですか。で、モデルさんは2点同時に出た時を2回見られてる感じですけどもね。それはなかったですか。2点は、同時に2つの点ってことですよね。うん、それは僕はちょっと記憶にないですね。でね、ポインターでレーザーで照らすとね、どうしても手ぶれてくる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 振れて先方に映るんですよね。で、その赤い点っていうのは静止してました、それともブルブル振れてました。全く静止してましたね。ピタッと静止してたわけだ。ピタッと静止してるのが僕には見えました。そして時間的には最初の点から最後に消えるまで何秒ぐらいだったということ。どうですかね。まあそんなに長い時間じゃないと思いますね。全部でも 10秒ぐらいじゃないですかね。全部でその2回目が消えるまでも入れてもで、ね、あで、まあ、オンデラさんは5秒ってかね、まあ見え方も違うんですけども、僕2つおかしいのは、僕じゃ全然気がつかなかったんですよ。皆さんも見て話してたもんですから、皆さんの中に動きがあればそういうこと分かったんですけども、そういうものはなったと。はい。それで見てない人は全く見てないんですよね、あれ。そうみたいですね。7人、8人見てたわけですけども。そうですよね。誰も気がついてないと。またそれも不審なところでしてね。わかりました。で、音を聞いたという人もいるんですけど、その光が消えた直後ぐらいにふわーっと音を聞いたというんですけども、まあ、M さんは音を聞かれませんでした。いやー、ちょっと記憶にはないですね。わかりました。じゃあ以上のことまでちょっと録音今止めて、明日から今朝向こうの携帯だからこれから作るかもしれませんけどね、もうずっとんでもない経験だもんですから。
Video Diary, August the 26th, 2018, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Video 日誌、2018年8月26日、林博史です。おはようございます。昨日、2018年8月25日、熱海市、KKR、熱海ホテルにて、勉強会を開きました。二十数人の方に集まっていただきました。その場で、前回、2018年7月25日の赤い開口事件に続いて、昨日ですね、8月25日にも、類似の事件が起きました。事件が起きたのは、まあ、1時から4時まで勉強会を開いたわけですけども、終了15分から20分前のことです。その時私が覚えているのはですね、前から3、4列目に座っておられた M さんが、大変こうなってますか、騒がしく動かれたことです。ざわざわざっとした感じだったんですね。そしてややこう立たれたような感じがします。どうしたのかなっていうふうに思っていたわけですけども、またまた私の背後で、つまり私の背中側でですね、開口事件が起きていました。今回は M さんと E さんの2人がそれを目撃なさいました。前回7月25日は M さん、M さん、そして O さんの3人が目撃なさいました。そして、まあ、今回ですね、昨日ですね、まあ、その方たちと、まあ、再会したといいますか、あ、まあ、話を直接ね、その時の様子を再びお聞きすることができました。それについては、これから皆さんに言ってますか、順にですね、報告していきたいと思いますけども、今日は、昨日その白い開口、まあ、白いやや黄身のかかった開口だったというふうに証言していただいてますけども、その証言を、お聞きいただいて皆さんに判断していただきたいと思います。まず、M さん、続いて E さんの証言ということになります。ではお聞きください。はい、2018年8月25日ですねの熱海における熱海勉強会にでの開口現象について三上さんにお伺いします。まず、はい、時刻なんですけども、2018年の8月25日の私、まあ、ワイフと相談っていうか、ギャラシアスの話と照合してですね、はい、会は4時少し前に終わったんですけども、はい、終わる20分ぐらい前だったというふうに判断してるんですけども、はい、それはどうでしょうか。はい、大体そのぐらいだと思います。私もだからもうほとんど終わる時刻だったそうですね。はい。で、4時、まあ4時半、4時か30分から40分ぐらいだったと思うんですけども、はい。その時、私はホワイトボードの前に立っていたわけですよね。はい、立っていました。その時、どちらを見てましたかね、私は。皆さんの正面です。正面、皆さんの方を見てたですね。はい。それで、ホワイトボードの中央、ホワイトボードはかなり今日は隅の方に寄せておいたんですけども、はい、中央よりもじゃあ私は左寄りに立ってたってことになるんでしょうかね、ほとんどはい、はい、そうです。私から見て、うん、右側に、右っていうのはそれが今回大変曖昧な言い方なんですけど、はい、あ、待って、三上さんから見てみてください。私の左の方ですね。そうです、そうです。はあ、左ね、私の、はい、私の左ってことですね。のそうです。左のそのホワイトボードの上でしたか下でしたか、それともホワイト上ってことはホワイトボードの中にそれが見えたというか、そのホワイトボードの向こう側というか、どういうふうに解釈してよろしいんでしょうか。
ホワイトボードの上ですね、まず。上ってことは、あのホワイトボードにその物体はかかっていなかったということですか？かかっていないです。もう天井に近いあたりです。天井に近いあたりで、はい、それで現れたのは、左の方から右ですか、右から左の方でしょうか。三上さんから見ると、左の方、はじめ左側から。左からね、あ、左から出て、で、右の方。左から出て、右に移動して、また左に移動して、それで、今度は左。大変な動きだなと思って、ちょいと覗いて、うん、それで、お隣の方に、見えるって聞きましたら、いや、見えないって、おかしいな、目の錯覚だなと思っていたら、今度、ホワイトボードの左側に、どんどん回って、回ってってことはどういうこと？あの左側に下に降りてきたんですね。あのホワイトボードをぐるっと取り囲むようにして下に降りてたってことですか？はい、降りてきまして、うん、そして今度はホワイトボードの先生の足元のあたりをこう移動してポッポッポッと光が、ポッポッあの消えたり、ああ現れたり消えたりしたんですか？はい、それがでも今までの赤とか、うん、あの金とか銀とかそういう色ではなく、はい、白いもやもやしたあの空にある雲のような感じのものだったので、うんうんうん、まあ私の勘違いなんだわって思って、で後ろの方が写真撮るのにあたり何か操作してるのかしらって思っていたんです。なるほど、はい、なるほど、そう、色は白いもやもやのものであったということですね、はい、で最初にホワイトボードの左の上に現れてから、はい、それが最後白いもやもやってもらって、その足元に左、はい、あの下に降りて左のをぐるっと回り込んでってことは、ホワイトボードの左の方へ、三上さんから見られて左の方へぐっと降りていって、はい、というのは私の右側になりますよね、はい、それずっと下に降りてた、それでホワイトボードにはそれはかからなかったですか、その光は。かかってないです。少し隙間があったんですよ、私気がつかなかったんですけども、隙間ってことは、私はホワイトボードは壁にくっつけてたと思うんだけど、そうでもなかったわけだ。まあ後で写真見てますけど、はい、あのとにかくホワイトボードにはかかってないんですね。もしかしたら一瞬かかったのかもしれないんですけど、うん、あのそれは私はちょっとわからないんですけども、とにかくその宙に浮きながらこうくるくるっと下にくるくるっていうのは回ってたってこと。で、あの移動するに移動してるくるくるくるって言うと、まあちょっとこれってどうやったらいいの？上から下にこう回り込んで、はいはい、下へ行って、はい、そして現れたり消えたりした足元の、はい、そうしますと三上さんから見て左側の方に降りてたってことになりますよね。あ、そうです。でそれ下へ下へ下へして足元を打った時に、はい、そこから右へ移動したってことでしょうか？あ、右にも行きました。それで私が、あ、これやっぱりなんだろうって思った瞬間にもうパッと消えたんです。それはもう見えなくなったんで。あ、そうですか。じゃあ大きさはどれくらいでしょうか、見た感じ、私の体と比較して。そんなに大きくはなかったんですけど、うん、先生の、うん、顔よりも、なんていうの、顔よりも、顔よりも小さい、さらに小さい、顔の半分ぐらいの大きさの丸です。顔の大きさの、三上さんの位置から見られて顔の半分ぐらいの大きさで、で、はい、輪郭はどうでした？明確それともぼやぼやで、瞬間的に移動するときに、あのはっきりした丸になるときもあれば、周りがこうぼわーっとした感じになるときもあるんです、うん、で色は白です。あの白、ベージュとかいろいろ白です。じゃあ煙のようなものであったと。そういうふうにも言えます。でその白い、はい、そのまあ円形球形それは分かりませんけども、はい、その中に模様のようなものは見えなかったですか？ないです。はあ、はい、あ、そうですか。いや、はい、じゃあ全体で何秒ぐらいだったでしょうか？最初にホワイトボードの左に現れて右へ行って、また左へ来てぐるっと回って左へ行って、何秒も見てたんです。私そんな感じですね。そんなにシュッシュッと動いたわけじゃないわけですね。はい、ゆっくりゆっくり移動して、それで、あ、なんだろうと思って隣の方にも言ってっていう、そういうゆとりがあったので、
時間にはゆとりがあって、それでさらに見えないって言われて、そしたらさらに下に移動してきて足元の方に移動したっていうので、結構だから時間的には見ています。30秒ぐらいって感じ。そうですね、そうなるでもおかしくないですね、そのぐらいでも、うん、いやその時ね、私はね、はい、三上さん前から 3,4 年目にいらっしゃったんですよね。はい、で三上さんがね、あの非常にざわざわと動いておられたのを覚えてます。あ、そうですか。周りの人にこう話しかけて、はいはい、あのまあそんなね、あの声を出したり、あれあの体を動かす人がない場所だもんですから、はい、僕が前で立って話してる時に、その三上さんがざわ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 として横でほらほらってな感じで、はい、体を揺すって何をあの話してるのかなってちょっと気になった、はい、気になって、はい、でまあ、あの、ああいうところですからね、みんな静かに話を聞いてくださっている中で、はい、三上さんが自然に、あの、ざわつかれたのは、その瞬間覚えてます。あ、そうですか。だから、なんか、まずいことを言ったのかな、っていう感じで。ああ。あの、それで、でも、あの、その、もやもやしたのが、下の方に移動したときに、私、ちょっと一瞬、体を立って見てみたんです。そんな感じでしたね、そういえば。はい、そう、私は今覚えてる、なんか非常にこうざわざわなさった様子だったということを覚えてます。あ、そうですか。で、7月29日の時は、はい、その M さんっていう男性がね、はい、最後にそのガイドベージュルートかな、オール、まあ、ベージュ色になって2つの球体が上に上がってたって時にはゴルフボール内の大きさだっていうふうに表現してくださったんですよ。ああ、そう、それは大きさが顔の半分って結構大きい感じがしますよね。私はもう少しゴルフボールよりもう少し小さかったのかな。顔の半分って言うとゴルフボールより大きいと思いますけど。顔の半分ぐらいの大きさだってさっきおっしゃったですよね。あ、顔の半分ぐらいっていうのはその白い、あの、もやもやした。最後にね、消えていく瞬間を M さんが見ておられたわけ。天井の方に上がって、2つ平行移動して、スーッと機械的な雰囲気で上がっていって、天井のそばで消えていったって時は。先月の29日ですよね。そうそう。はい。それを見られました。見ておられます。はい。それは、私は。降りてくるとこ。うん。降りてくるのを見たんで。あ、それちょっともうちょっと後に聞きますが。降りてくる時の様子をね、それは、また二つに切らなくちゃいけませんので、じゃあそこで切りますけども、じゃあ今日のその物体は光だと思いますか、それとも球体の物体だと思いますか。光ではないです。そうですよね、光だったらホワイトボードの、はい、まあそれは消え方、現れ方見てれば分かりますからね。はい。で今日はどこから飛んできたという風じゃなくて、ホワイトボードの左に突然現れたということでしょうか。そうなんです。なんか現れたり消えたり、現れたり消えたりっていうのを初めしてたので。あ、上のホワイトボードの上を通るときも現れたり消えたり、現れたり消えたりしてたわけですか。はい。それでこの、あ、それで丸をたくさん書かれたわけだ。あと後ろの方が写真を撮っているのかなっていうふうに思って見てたんですけども、でもやっぱり違うんですね、動きが。どうでジグザム、それともスムーズ、それともパッ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 と、どんな感じでした。スムーズじゃなくて、なんか落ち着きのないような感じの、こうパッパッってまたパーって長い時間して現れたり、今度ふーっと消えたりとか、そういう感じでした。でね、私率直に言わせて、最初に三上さんからその話を聞いたときに、はい、ちょっと疑っちゃったんですよ。疑ったってことは、はい、またかっていう感じで。それでその後、今度、江口さんって方が、それを追いかけるように横から聞いてて、私も見ましたって声を上げてくれてましたね。はい。それでも、その疑いは消えたわけですけども、はい。消えたということは、僕の方の迷いってことになるのかもしれませんけども、はい。それが消えたわけですよね。はい。わかりました。これは記録として、また発表させていただきますけども、よろしいでしょうか。はいはい、よろしくお願いします。もう一つ確認なんですけども、はい、先月三上さんが赤い開口事件を経験なさったんですよね。はい。でその時にその前の話で、はい、金色の光が天井から降りてくるところを三上さん見られたという話を今日聞きまして、
はい、2018年の8月25日に聞きまして驚いたんですけども、はい、その時の様子をもう少し詳しく話していただけませんでしょうか。はい、それは先生の勉強会が始まって間もなくの話なんですけれども。じゃあ時間が違うんですね。じゃあ違います。私はそれを間もなくして見えたので、ああまた見えたんだなって自分の中で思ってたんですけど、その後ずっと終わり頃にその赤い光が見えたんで、あ、やっぱりそうだったんだっていうのを仲間同士で話はしてたんです。ちょっと待ってください。そこちょっと私の誤解があったんですけど、私はその赤い開口事件が起こる直前にその金色の玉を見られたっていうふうに考えてたんですけども、金色の玉っていうのはあれは1時、まあ、10分ぐらいから始めたんですけども、あの時は、はいはい、その直後に金色の光が天井から降りてきたんですか。そうです、もう間もなくだったので。あ、時間が赤い開口事件っていうのは、ええ、2時半からそのくらいの時間だったんですよね。まあ、はい、まあ、時間ちょっと特定できないんですけど、時刻は特定できないんですけども、1時間半ぐらい後ってことになりますか。そういうことでしょうか。はい、そうなります。それ2つ黄色の玉が出てきたんでしょうか。はい、同じもう平行に。それ機械的な動きするとも、例えばシャボン玉だとか風船のようにふわふわしておいて。そんなものじゃありません。本当に機械的にスーッと、もうその動きがなんて言ったらいいんだろう、その玉2つがもう本当に平行に同時にスーッと。それで私はこの時前を見てたんですよね、皆さんの方。そうです、正面を机のところに立って話をされていた時だったので、まだ初めの頃で。ああ、そうそう、初め机の前で座って、はい、座ってはいるのはいなかったと思いますけども、はい、立って机に手をかけて話しているような雰囲気だったと思う。はいはい、うん、で何かがこう降りてくるような感じがさーっとして、その感覚です。で、その金色に光ってのは明るい、それほど明るくない。すごく明るい金です。黄金色。はい。ってことは、その初めの頃だからみんな見てるはずですよね。はい、見てると思います。でも誰も気がつかなかったですね。今日聞いて初めて。はい、っていうのは今回の事件で面白いデータしてるけども、興味深いところは、はい、見てない人は全く見てないんですよね。はい。で、見えなかったのかっていう部分もあるし、3人の人は見てるけども、はい、10人のうち3人が見て、じゃああと7人は何してたんだってことになったときに、まあ、ある方がおっしゃるには、急に睡魔に襲われて眠ってたっていう人もいたわけです。あ、で、前の方にいたけど、僕はその瞬間見てませんでしたっていう人もいたりしましてね。だから、何かしらこう、別の操作がされたのかなっていうふうにも思っているわけですけど、その、じゃあ天井から蓋を取ってきて、その蓋は、大きさは、そのやっぱり2センチぐらい、ゴルフボールぐらい、それとも顔の半分ぐらいだったでしょうか。小さいです。ゴルフボールよりかはちょっと小さかったかな。そんな感じです。それは上から降りてきて、どの辺で消えました。それでさーっと降りてきて、だいたい耳のあたりか、そのあたりで。私の耳ですか。そうです。両側、じゃあ両側挟みの人降りてきたってこと。それとも、もうちょっとくっついてきたんでしょうか。幅はどうなんですか。私の幅はそんなに、幅はそんなに広くなかったんですけども、うん、本当に物がこう降りてくるような、そんな感じのが大体耳のあたりでパッと消えたんで。私の耳ですか。はい、左の耳です。右の耳、左ってことは私の左耳、それとも三上さんから見て左、先生の左耳です。2つはその、じゃあ僕の右の、あ、左耳のところにね、2つ並んだということでしょうか。はい、並んで物がさーっと降りてくる、そんな。じゃあ私の肩の上ってことでしょうか。肩よりもでも耳です。でそこで消えたわけ。はい、パッと消えた、それともゆっくりとフェードアウトするように消えました。あ、もうパッと消えました。これじゃ肩には届いてないわけだ。届いてないです。じゃそのまま降りていったらどこの位置に触れたと思います。肩、それとも肩の外。肩です。そのまま降りていったら肩です。肩に降りてきた。はい、耳に沿ってバーッと降りてきた。で、その耳の横で私の左耳のところに2つ並んだわけだ、瞬間には。はいはい。あ、なるほど。はい、金色。はい。で、なぜ私気がつかなかったと思います。それもし体でこう、体というか視線をあちこち動かしてたと思うんですけども、
私は見える位置じゃなかったということでしょうかね。その金色の光というのは私の後ろってことになるわけですね。そうかね。まあ先月の話ですからもっと早くお聞きすればよかったんですけども、まあどんな感じでしょうかね。多分もしかしたら先生に距離的にちょっと私もよくわからないんですけど、先生のよりはちょっと後ろだったような感じなんですね。そう、初め机の前に立っていた時にはかなり離れてたんですよね。ホワイトボードの時は間の距離は本当に手を伸ばせばホワイトボードに手が届くというところの距離だったんですけどね。最初はあの机を離してた時は、まあどちらかというと手をかけて、いわゆる直立不動の姿勢で話してましたから、なるほどね、わかりました。大変の貴重な経験で、これで2週連続で開口事件が起きたもんですから、はい、まあ驚いているわけですけども、はい、まあ私今驚いているのはどうして熱海の会場が分かったんだろうってことなんですよ。はい、前回は浜内市内ですからね、はい、熱海というと結構遠いですから、まあそんなこと疑う方が野暮なのかもしれませんけども、まあ、その熱海で起きたというところが私は今日自分で驚いていますけどもね、まあ、はっきり言えばこんなところまで来るのかなという感じで、そういう思いで今日は帰ってきました。ということで、じゃあ今日証言いただきましたことを、はい、第2回目の開口事件ということで、はい、でそのもう一つ確認しますけども、その光というのは、白い光というのは輝くような白い光ではなくて、優しい白だったということでしょうか。はい、そうです。どんな感じでしょう、あの輝くということは、例えばライトアップして光るような白ではなくて、はい、雲というか、はい、雲みたいな、そんなもやもやした感じの。中心部はどうなんでしょう、白が濃かったとか、周りが薄い。はい、周りは薄いです。で、ふって息で吹いたら、ふって動いちゃうような、そんな感じのイメージもありました。ああ、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日、2018年の8月25日、熱海での熱海勉強会の席において、E さんは、いわゆる開口現象というのを目撃なさったわけですね。はい。で、その時に、まあ、最初に終わるっていうか、まあ、片付けに始めた時に、三上さんが、私今日も見ましたって話から始まって、少し話し始められたところで、縁起さんが横から、私も見ましたっていうふうにして、会話の中に入ってくださったんですよね。そうですね。間違いないですね。はい。はい。わかりました。それで、まあ、三上さんの位置はよく覚えてるんですけども、縁起さんは、私から見て、って言いますか、右左が混乱するんですけども、私から見て、って言いますか、三上さんの位置から見て、私にしか見て、より左側にいらっしゃったわけですね。あそこ、細長い会場でしたから。そうですね、左ですね。左側でしたね。はい。で、そこで、まあ、今日も、って言いますか、今日、開口現象を、経験なさったということになるわけですけども、その現れ方について、まあ、今日ですね、最初に、三上さんの方に、振り向いて背中の方をこちらに向けてもらったわけです。その縁起さんが絵を描かれるときにね、はい、でそれはお互いに影響し合わないということで、で縁起さんが最初に絵を描いてくださったんですけども、その開口っていうのはそのホワイトボードの上の左から現れたわけですか、右から現れたでしょうか。縁起さんで言ってしまってましたね。ホワイトボードに。あ、ごめんなさい。名前言っちゃったけど、ごめんなさいね。ああ。ダメかね。そうですね。そしたら。もう一回、最初からやります。そうですね。すいません。はい。2018年の8月25日、熱海での熱海勉強会の席にて、E さんは、開口現象を目撃してなさいました。で、その時の様子をこれから E さんにインタビューします。で、E さんにまずお聞きしたいことは、その開口はホワイトボードの
上の左から現れたのでしょうか、右から現れたのでしょうか、 E さんの位置から見て向かって右だったのか左だったのかという意味なんですけども、 E さんこのそのあたり詳しくちょっと話していただけませんでしょうか。はい、向かって右斜め上ぐらいから現れて、で林さんがホワイトボードに絵を描いて説明してくださってる、そのホワイトボードの上に動きながら移動した後に、まあ、結構静止しているっていうよりは光は動き回っていたんですけど、最後にその足の間の方で、また揺れながら、そしてまた消えたような感じなんですけど。なるほど。そうすると目撃されたのは、そのここでちょっといわゆる、まあ、その三上さんのとこ証言とちょっと違うというか、この違うという部分は、最初に三上さんは、向かって左から現れて一度右へ移動して、はい、で今度は右からまた左へ戻って下へ降りていったということになりますので、あ、 E さんの方はその途中から見られたというふうに理解できるわけですよね。僕はノートを説明されていたんで、ノートを取りながらホワイトボードとノートを交互に見ていたんで、うん、それでもしかしたら僕が見た時にはもう右側にあったんです、向かって右側にあったんですけど、そして気づいた時には右側にあって、そうですね、気づいた時には右側にあったんで僕は右側から現れたと思っちゃったんですけど、はい、そうです、それでスイスマンがいました。それでホワイトボードの周りを回っていったのか、ホワイトボードの上を通っていたんでしょうか、下へ降りる時は。僕が見たときは右側、ホワイトボードを向かって右側から現れた後、ホワイトボードの上に移動して、その後また、誰かが何か声を出すと思って、そこでちょっと僕は様子見てたんですけど、誰も何も言わなかったんで、なんか光の反射かなと思って、で僕はまたノートを取ろうと思って、それでノートの方を見た後、また見たらまだその光があって、その後見たときにはもう林さんの足の間にありました。あいだ。ということは、私の足に映ってるという様子はなかったでしょうか。そうですね。足に映ってるという様子はなかったですね。じゃあその足の向こうにあったということになりますか。そうですね。向こうですね。光じゃないですよね。少なくともまっすぐ前から当てた光ではなくて、そこ、E さんの意見としては物体でしょうか、それとも光でしょうか。どちらかを選べと言われたら、どちらになりますか。僕は光だと思います。光だと思う。はい。それでその色はどんな色だったでしょうか。黄色っぽい、まあ、白とか黄色がかった白っていう感じですね。まあ、クリーム色というか、まあ、黄色ですね。あまり黄色ではないんですけど、薄い黄色とか、まあ、クリーム色、まあ、そういう感じの感じだと思います。喋る、まあ、光がですね、このふわふわと移動してたっていうんですけど、ふわふわの移動の感じは、例えば風船のようにふわふわいったのか、それとも不規則に動いていったのか、そのあたりどんな印象を持たれました。不規則に移動した印象ですね。不規則に。で、輪郭はぼんやりしてました。はっきりしてました。ぼんやりしてました。ぼんやりしていた。はい。で、大きさはどれくらいだと思いました。僕の顔と比較してっていう風でもいいんですけど。そうですね。顔より小さかったんで、顔の半分ぐらいだとして、まあ、10センチぐらいだと。ちょっと顔の土曜日午後9時21分です。はい。もう一度確認のため、同じ話になるかもしれませんけども、その移動の仕方なんですけども、機械的にスーッと動いたのか、それとも何か動き方に特徴があったんでしょうか。その辺の印象をどのように持たれたかということをお聞きしたいんですけども。光の動き方は機械的っていうよりも、ちょっと動きながら。動きながらって上下に。はい、そうですね。ちょっと、そんな静止してる状態でスーッと動くというよりは、少し動きながら上の方に移動したり、動くときはちょっと揺れながら動いてるような感じ、印象がありました。ちょっとごめんなさいね。なるほど。そうすると、その動きっていうのは小刻みな動き、それとも緩やかな目で追いかけられるような動きだったでしょうか。目で追いかけられる動きですね。速くはないですね。要するにふわふわという感じでしょうか、それともピコピコという感じでしょうか。そうですね、まあどちらかというとふわふわという形だと思うんですけど。それで角まで、左の角まで来たわけですね、ホワイトボードの。
先生、ホワイトボードの角から今度は下を折り始めたわけですか。僕がそこでまたノートの方を見てしまって、うん、ノートにメモを取るためにノートの方に目をやってもう一度見た時にはもう林さんの足の間にあったっていう感じなんですけど、率直な意見ですけども、その現象を見られた時にノートを取るということになりますと、ごめんなさい、率直に聞きますけど、ノートにはどんなことをお書きになられたんでしょうか。僕がノートに取ってた内容は、林さんがホワイトボードにその意義の説明をされていたんで、そのことについてメモを取っていて、その光についてメモは取っていないですね。じゃあその光見られた時に変だとかおかしいとかそういうことは思われなかったんですか。いや、私でしたらその光に釘付けになるような感じになると思うんですけどもね。そうですね、僕がその釘付けになってたのは、その現れて、右側で現れてホワイトボードを動いていたんで、うん、最初は光が本当に現れたと思って、最初の、15秒か30秒ぐらいの間は、釘付けで見ていたんですけど、誰もそれに反応しなかったんで、あ、光なんかの反射なのかなと思って、で、周りちょっと気にしながら誰か反応するかなって周りの様子を伺いながら僕はそれを見ていて、でも誰も何も反応しなかったんで、あれと思って、あ、じゃあただの反射なのかなって、そこで僕はああなるほど思って、それで一回ノートの方に目をやって、それでもう一回見たらまだその足の間に今度移動してたっていうことで、後からその光がそのみんなが見えてないっていう部分で、あ、ただの光じゃなかったなって、そこで僕はちょっと不思議に思った点なんですけど。そうしますと、やっぱり、三上さんもおっしゃったように、時間的にはかなり長い時間だったんですね。そうですね、なんか。その、右から左に移動するだけで30秒ということは、三上さんがおっしゃるように、左から右一回行ってっていうことで、やっぱり時間的には、結構長かったってことをおっしゃってました。はい。それで下へ降りていって、で、輪郭はいかがでしたか。まん丸というよりは、楕円というかぼやっとしたような感じでした。で、色はもう一度お願いしたいんですけども。そうです。色は薄い黄色っぽい色だったと思います。薄い黄色っぽい色。それで下へ来て、はい、足元っていうのは床に届いた状態で光が下へ降りたのか、それとも中空のところでまた私の下の、てか、足の上あたりに来たということでしょうか。地面の方までは行かなくて、ちょうど足の間ぐらいの真ん中ら辺にあって、そこでまた少し動きがあって、動きてる動き。移動するような、最初に現れて右から左に移動した時も、ふわふわと、ちょっと機械的な動きじゃなくて、そういう動きだったんですけど、そういうちょっと横揺れをするような、縦とか横に少し揺れるような感じで、そこにあります。その消え方はパッと消えました。徐々に消えました。その後僕また消えるところの記憶がちょっとなくて、うん、どうやって消えたかっていうのがちょっと覚えていないんですけど。うん、確認ですけど、部屋はイーさんがご存知の通りにカーテン閉め切ってましたよね、私。はい、締め切って。外に光は入る様子はなかったわけですよね。そうですね。僕もちょっと気になって周りを見渡していたんですけど、反射しているとしたら何が反射しているのかちょっと全然不明だったんで、で、ちょうどその時だけそれが現れたんで、そうですね、不思議でした。ですよね。で、私もあの時点では前向いて立ってましたから、光が入ってくるならば分かったはずですし、天井には、小さいシャンデリア風のライトがついていたと。それはその通りなんですけども、かなり薄暗、ちょっと明るくしたのかな、最後のところは。そうですね、ホワイトボードに説明するために。明るくしたんだ。明るくしてました。いやいやね、ライト、はい、なるほど。全体を、見られた印象としては、インさんの印象としては不思議だったと思うのか、それとも、今おっしゃった通りで誰も反応してないから、むしろ、あれと思ったような状況だったんでしょうね、やっぱり。その時に私ね、三上さんが嫌にざわついたことを覚えてるんですよ。ああいう会場ですから、
先週の方がこう、ざわつかれると、体を動かしたり、騒がれると分かるんですよね。で、その時に3、4列目にいらっしゃった三重神さんが、ややこう立ち上がったような感じで、体を左右にバッと振り、振らして、そして隣の人に何か話しかけておられたのを覚えてるんですよ。で、まあ、なんであんな風に騒がれるのかなっていうふうには思ってましたんですけどもね。それは私印象にあって、まあ、ああいう講師をしてると分かるんですね、聴衆の動きっていうのは。みんなシーンとしてるところでね、動くとそれ分かったもんですから、その時だったと思うんですけども、それは後で聞きましたら、三上さんがおっしゃるにはその時でしたっていうふうにおっしゃってましたけどもね。はい。分かりました。何かあと付け加えることありますですかね。そうですね。まあ、僕が見たら それぐらいなんで、その後付け加えることは特にはない。まあ、先月の事件と、赤い開口事件ですよね、29日、7月29日の開口事件と、それからまあ今回こう続いたわけですけども、はい、赤い開口事件のことはご存知ですよね。そうですね。話には聞いている。ビデオであるの方で取り上げてましたので、はい、また聞いてみてください。ごめんなさい。どうもありがとうございました。以上のこと発表させていただきますけども、了解よろしくお願いいたします。そうですね。付け加えることといえば、はい、前回の帰りの際に松井さんという方が、うん、イギリの前回もイギリの話をしている時に現れましたねって言われた時に今回もそうだったということでそこがとても印象的でしたね。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。どうも、はい、失礼します。日曜日午前8時56分です。以上がM さん、E さんの証言でした。で、この証言といいますか、二人の方の証言を総合するとですね、光は最初といいますか、M さんの方が先に気づかれて、ホワイトボード、今画面の向かって左側にありますけども、そのホワイトボードの上あたりに、左上あたりに現れて、それがゆっくりと30秒ぐらいかけてといいますかね、ゆっくりと右側の方に移動し、そしてホワイトボードの右端の上あたりで U ターンして、まあ、M さんの証言ですとほとんど天井に近かったというふうにおっしゃってましたので、まあ、今日再現してみたその画像よりはですね、さらに高いところにあったように思います。そして U ターンした形でふわ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 とゆっくりと時間をかけて左端の方まで行って、そして今度ゆっくりと下に降りていって、最後は私の足の方に向かってですね、進んでいき、そこで消えたということです。以上、報告を終わります。バイ。